こんにちは、奥田忠です。アシスタントの山口奈々です。それでは千の海賊、略して千の化の攻略方法を開発ディレクターの奥田さんにじっくり解説していただきたいと思います。はい、今回はですね、海賊のタイプについてお話を伺いたいと思います。はい、はい、いろいろ実はいるけど、なんか似たような感じかなと思ってるユーザーさんの方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、そこの特徴を一つ一つ今回説明して、はい、こう理解を深めていって、よりゲームを楽しんでいただきたいなと思っております。はい、それでは早速ですね、はい、海賊のタイプを順番にお話しさせていただきます。はい、ではまずは土兵について、はいはい、お話したいと思います。この土兵の特徴なんですけれども、はい、まず1点目は、中列にいる船に突っ込んでいって、はい、その船を攻撃して壊す、はい、で2点目は、敵の吹き飛び攻撃とかができた時に、はい、薙払いみたいな、そうですね、それに対して、はい、こう吹き飛ばないという特徴があるので、それを動画で見てみたいと思います。はい、まずスタートしましたね。後ろに同じジギルが、はい、主人公じゃないか、レベルの、はい、今飛んできたけど、カーシャは吹っ飛んだけど今ジギルは吹っ飛ばなかったですね。あ、本当だ。でどん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 前に進んでいって、ぐいぐい進みますね。あれをこう今あるキャノンフリゲートに対して、はい、スキルを使って攻撃するというような特徴があるっていう、ここが土兵全般に言える特徴になってくるので、はい、まあ、ここを覚えていくとまた攻略の幅も広がるかなと。そうですね、はい、これで撃破するんじゃないですか。はい、大体こんな感じです。なるほど、はい、まあ、みたいな感じで、はい、土兵の動きを見ていただきましたけど、はい、その中でのおすすめ海賊はやっぱり赤の船に突っ込んでいくことが多いというところがあるので、青の、はい、土兵海賊のこのオーベル、はい、ジギル、ジギル、はい、ハインダル、この辺のキャラクターを使うというのがおすすめかなと思います。全部末尾がルナの中にある。あ、本当ですね。あ、気づきませんでした。確かにそういうわけじゃないんですけど、確かに語呂がちょっといいですね。はい、ルルルですね、はいはい、続いての海賊タイプは獣兵、はいはい、これはバルターとかですね。バルターって一番最初から持ってるやつですけれども、はい、まあ、一番の特徴はとりあえず近づかなくてもダメージを与えられるっていうところかなと、うん、まあ、それは飛び道具を持ってるから分かりやすいと思うんですけれども、はい、それ以外には、基本的に持っている特技で敵を吹き飛ばせるっていうのがあるので、うん、こうずっと戦場に続けて粘れるっていうところも含めて、強力な、はい、タイプになってるかなと思うので、そこをちょっと動画で見てみたいなと思います。はい、お願いします。今回カルミラですね、はい、下の方にいるやつですけど、今もう打ち始めましたね。打ってますね。打ってて次打ってました。今のが貫通射撃という技なんですけども、はい、敵がこう船とキャラを撃った後に吹き飛ばしているのがちょっと見て取れたかなと思うので、はい、そこがこの飛んでいきました、ね、はい、タイプの一番の特徴かなと思います。はい、というわけで、はい、今みたいな銃兵なんですけども、はい、おすすめ海賊としてはその遠距離から撃つっていう、特性を生かした特技を持っている、はい、こちらの、まあ、3キャラみたいなものをちょっとお勧めしたいかなと思いますね。はい、これ色が緑と青混じってるんですけども、はい、それはこう前にいる敵が誰だったっけっていうのを見ながらこう使い分けてもらったりするとよりいいかなと思いますね。なるほど。バルターはいないんですね。バルターはちょっと今回厳選した上で、はい、外れていただいたかなと。ドマイ。はい。続いての海賊タイプは双剣兵です。双剣兵、こちらも攻略動画で何回か登場してきていると思うんですけども、はい、レイチェルが主に、はい、もうとにかく特徴としては攻撃力がものすごい高いっていうのと、あとは、海賊を狙いに行くっていう2点、はい、もう他のキャラは近いやつを狙ったりとかっていうところがなんか多かったりするんですけれども、双剣兵に関してはまず海賊を殴り、完全に人をこうやっつけに行くっていうところが特徴なので、はい、動画で見てみましょう。はい、お願いします。さっきと出だしがもう違うと思うんですけど、もう乗り込まずにこいつらをこうバッタバッタと切っているところが見て取れるかなと思います。母船に来ているのを無視していったりとかしますね。もうどんどんやっつけてますね。で移動速度が速いので、結構遠く、サクサク、はい、遠くから撃ってる弾を避けちゃったりとかもすることもあったりするっていうところも特徴かなと思います。はい、というようにですね、はい、まあ双剣兵の特徴見てもらったと思うんですけれども、はい、おすすめ海賊としてはこちらもその双剣兵の動きに合った特技をよく持っているっていうところで、はい、この3キャラクターをおすすめさせていただきたいなと、はい、でこれは色が全部違うんですけれども、はい、これも
どの敵をまず最初にやっつけたらいいんだろうか、うん、みたいなところをこう考えながらちょっと使い分けてもらったりするといいかなと思います、はいはい、続いての海賊タイプは飛行兵のご紹介をさせていただこうかな、はい、飛んでるやつですね、そうですね、もうまさに飛んでいるっていうところが一番のポイントなので、はい、動画を見ながらご説明させていただこうかなと思います、はい、お願いします、はいはい、バトルが始まりましたが、今飛びましたね、はい、エレクトラが飛んでますね。で、このキャラクターは、でこの海賊タイプは地上からの攻撃を基本的に食らわない、はい、飛び道具以外の攻撃は受けないっていうのが一番の特徴で、どんどん海賊をここに狙っていってますね、はい、でナイヤの攻撃も全然食らわずに、そうなんですよね、一方的にこうナイヤを撃ち続けているというやつけましたね。敵だと超うざいなんですね。そうなんですよね。なので、まあ、飛行兵が逆に敵としていた場合はじゃあ何入れたらいいんだろうかとかも考えてもらえると、はい、いいかなとは思うんですけども、これで、次エレクトラは狙われちゃうと思うんですが、そうただ弱点としてはこういう風に砲撃性の攻撃を食らうと撃ち落とされて何もできなくなってしまうっていうところが、ちょっと虫っぽいですね、ちょっとこう残念なところではあるんですが、それをこう補って余りあるメリットもあるので、はい、上手に使ってもらいたいなと思います、はい、といった感じの、はい、飛行兵の特徴を見ていただきましたけれども、はい、まあ、その中でもおすすめ海賊としては、まあ、この3キャラクターをおすすめしたいかなと思います、はい、なるほど、私のリレーがいないですね。そうですね、これまあ先手理由としては、はい、基本的にこうゲームがバトルが始まってすぐこう味方を強くして自分も攻撃できるっていうようなスキルを持っているキャラクターを中心に選んでいて、これとはちょっと違うんですけど、はい、どっちかというとこう入手しやすいので、まずこう飛行兵をこう味わっていただくには、ラインアップにいましたよね。そうですね、スカウトにも、はい、いるので、はい、簡単に取れるというところでお勧めさせていただきました、はい、スカウトキャラ優秀ですね。そうです、はい、はい、続いての海賊タイプは魔法兵、はい、魔法兵、はい、ファンタジックな、そうですね、ファンタジックな感じですけども、はい、特徴がこいつを2つありまして、はい、1つは、1回の攻撃で範囲ダメージを与えるので、その辺を中心にこうそこにいる敵全員にダメージを与えられるところと、お得感、あとは、はい、なので、はい、そこともう1個ポイントがあるので、そちらは動画を見ながら、はいはい、ご説明させていただきたいと思います。はい、バトルが始まって、はい、ジェスターを見てほしいんですけども、はい、まずここでジェスターじいちゃん、はい、アタックアップって出たと思うんですけども、はい、こうやって攻撃をするたびにどんどん攻撃力が上がっていって、なおかつそうですね、そうですね、はい、でこう範囲攻撃でダメージを与えてというところが、あ、こう魔法兵の特徴かなと、はい、で、ジェスターに関しては場合によってはこの上がってった攻撃力を生かして全体攻撃を発動して一発逆転みたいなことも楽しめる、はい、ちょっと一風変わった、なんかロマンあふれる、そうですね、耐えて耐えてドカンみたいなことができるというところの特徴の海賊タイプになります。なるほど、はい、はい、というようにこう魔法兵を見ていただきましたけれども、はい、今回おすすめする海賊はこの3名かなと、はい、で、ラリサとジェスターに関しては、まあ、手に入りやすいというところもあり、ね、はい、持ってますもんね、はい、なのでそこでおすすめするんですけど、特にさっき動画で説明したように、はい、ディオーネみたいなキャラはスキルの発動は遅いんだけど、うん、出せるとドカンと一発、はい、逆転できるというところで今回ちょっとおすすめしたいなと思います、はい、今いろいろ見てきたんですけど、はい、見た以外にもタイプって結構いるんですよね、はい、そうですね、はい、憲兵、はい、槍兵、はい、盾兵、回復兵、はい、砲兵、支援兵、はい、以上が今回ご紹介できなかったんですけれども、はい、ゲームで皆さんもちょっとご確認いただいて、はい、その動きを見ながらこんな感じで戦団を組んでみたらいいのかもなとかっていうところを考えていただけるといいかなと思います、はい、続きは戦の課でということで、はい、はいはい、お願いします。はい、ではそれでは今回のおさらいを奥田さんお願いします、はい、今回のおさらいは、はい、海賊のタイプごとの有効性を把握しよう、はい、海賊タイプを生かした戦団編成を考えよう、はい、皆さんもぜひ参考にしてみてください、はい、ちなみにこのタイプを知ると敵として出てきた時も、はい、そうですね、敵の動きも逆に把握できて、はい、じゃあドイツからやっつけようかとか、こういう風にやってみたら相手を有利に戦えるんじゃないかみたいなところにもつながってくるかなと思います。なるほど、はい、お得な感じですね、はいはい、皆さんもぜひ実践してみてください。奥田さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。バイバイ。